それではただいまから ISO1182 不燃性試験の認証取得を想定した検証実験を行います。実験では機械機器こそ同じではございませんが、試験本番と同等の環境を再現しております。これからが試験、こちらの方が試験体です。試験では評価開始時間と終了時間を終了時と比較して7割以上の重さをキープしなければなりません。現在炉の温度は 700.750 度になっております。それでは試験体を炉の中に入れます。入りました。これが開けたから温度は下がるんですね。はい、現在炉を開けましたので今710度になっております。今750度になるまで加熱をいたします。そして今の表示温度が750度になってから30分間維持をいたします。炉内温度が750度になりましたので、これから30分間この状態を維持いたします。ISO1182 の不燃性試験の大まかな流れとしましては、加熱炉の温度を750度になるように調整して、その中に試験体を入れます。その750度の炉内温度がなった状態で30分間の温度の動きを測定します。その間上昇の炉内温度が20度以下および試験体の重量減少が 30% 以下を合格としています。この試験の大まかな評価ポイントとしましては、1つ目は750°C でも燃えずに30分間維持している。2番目は試験体の重量の7割以上が残っていること。3番目として炉内温度の最終温度の差から求めた上昇炉内温度デルタ T が20度以下であることです。30分経過いたしましたので、これから取り出します。こっちから取ります。行きましょう。
それでは扉を開きます。はい、燃えてません、着火してません。いや、そのままくっついちゃうんですよ。あ、くっついた。はい、待って入った時とかですね、もう少し冷めないと計量ができませんので、冷め次第計量して7割以上あるかどうかの確認をいたします。30分間燃えることもなく、どの温度も上昇も見受けられません。したがって、後ほどの重量変化も合わせてご報告いたしますが、現状では1182の取得を確実に取得できると言える状況が今現在ご確認いただけたと思います。やっていいですか。はい、はい、花さんという感じから。はい、いいです。129.6。